筑子トンネルは、福岡県中川市と佐賀県鳥栖市を結ぶ、九州新幹線の鉄道トンネルである。博多駅と新鳥栖駅の間に位置する。全長約1万1865メートルで、九州新幹線鹿児島ルートにおいて、同区間内で最長のトンネルである。九州新幹線鹿児島ルートのうち、博多から新八代については2011年3月の、 開業を目指して建設が進められ、この一環として、福岡県と佐賀県を結ぶ区間に築子トンネルが建設された。博多から新八代間は、機械業の新八代鹿児島中央間に比べて、明かり区間の占める割合が高いが、機械業区間も含めて、築子トンネルが最も長いトンネルとなっている。また、起点と終点の両方が九州内に存在する。 鉄道トンネルとしても最も長いものとなっている。発注元は九州新幹線の建設工事を担当していた鉄道建設運輸施設整備支援機構である。北側から梶原ワラ工区、南畑工区、河内工区、山浦工区の4つの工区に分けて建設が行われ、2002年7月に河内工区から着工した。主に新オーストリアトンネル工法で掘削が、 行われた。総工費約330億円、高さ7.7メートル、幅9.5メートルである。勾配が35%パーミルにも及ぶため、九州新幹線用の編成、800系でないと通過できない。2007年12月1日、貫通式が行われた。本トンネルを含む博多から新都市間のトンネルでは2011年3月の開業から、 携帯電話の使用が可能である。ありがとうございます。